さんやららななければ稼ぎ方はわからないと多くの人はですね、あのーまあのま僕もそうだったんですけども、まあ実際これ事実として、ね、僕の実体験として、あなたの実体験ではないかもしれないですけども、要は、稼ぎ方がわからないから稼ぎ方を勉強しようみたいな感じで入るんだけども、でも、その勉強しても結局、やらないとまあダメっていうことはわかりますよね。 例えば、東大に受かりたいんだけども、あの、参考書買ってきます。参考書買ってきて勉強はするんだけども、えー、テストに行きませんと、えー。東大のテストに行きません。絶対受かんないじゃないですか。だから結局、勉強したことをどっかでアウトプットしないといけないんですよね。東大の試験であるならば、勉強したことを、そのセンター試験で発揮しなければダメなわけですよね。ロそもそもとして。だから、結果的にその、僕がいろいろやっていく上で分かったことが、 要は、勉強するのは前提条件としてあるんだけども、やったことから、やったことが一番の学びで、やったことから何を学んで次につなげるかっていう方、ウェイトの方が大きいんですよね。だから結局やらない人っていうのは、あのノウハウは買うけど、やらないから、結局何も進化しないっていう、何も稼げないっていう傾向が本当に高いですね。 うんだから逆を言うと成長している人稼げる人っていうのは勉強もちゃんと t o d ーでしつつしっかりそれを形にしていくっていうことをやってその形からのフィードバック結果じゃあアンケートを取りましたアンケートが取れませんでした取れました商品売りました売れませんでした売れ,売,れ売れましたっていうその売れなかったとしても売れなかったという結果をのフィードバックがあるわけですからじゃあそこに対してどうすればもっと売れるようになるのかなぜ売れなかったのかっていうまた深い勉強ができるわけですよねだからこれを繰り返していくことによってまあ お金を稼げるようになるんだけども、それをやらないと。まあ一生稼げないってことですね。いってらっしゃい。